皆さんこんにちは。今日もね、穏やかな一日でした。昨日はねすごい風が強かったんですけれど、今日はね風もなくて波もなくてね、今ねうちのこの船を置いてるところの仲間で釣り部っていうのは、ヨット部と釣り部があるんですけど、私はヨット部に属してるんですけど、まあ、釣り部のね仲間が今日はねイカが釣れたみたいで、スルメイカ一杯もらいました。今日はこの後帰ってね、どうしましょうかね、煮ますかね、それともホイル焼きにしますかね。綿ごとね食べると美味しいんですよね。しかしね今日は本当あったかいですよね。この間もね太陽が大きなストーブだって言ったんですけど、光が届くのに8分かかってね、これだけあったかいってどんだけあったかいんだよって本当思います。つくづく思います。だからね、こう太陽系ってあるじゃないですか。水金地火木土天海冥って、太陽系でね、地球っていうのは本当にね、ハビタブルゾーンって言うんですけど、地球っていうのはすごいね、今ねトンビが3匹ね、トンビが1匹魚を捕まえて、それでそれを他のトンビが取りっこしてね、結局落っことしちゃいましたね。一回落っことしたのをまた捕まえてね、また落っことしてね、でまたそれをね最後最初の取ったのを取りに行きましたね。すごいな。そうそう、何の話したっけ。そうそう、ハビタブルゾーンってね、だからそのあんまり太陽に近すぎてもね、暑くて、生物は生存できないんですよね。であんまり遠すぎても今度寒すぎてって、だからだいたい水金地球と火星、まあ、この辺り水星じゃも近すぎるし、金星も近すぎるのかな。だから地球と火星くらいの辺りがまあ一番ハビタブルゾーンって、ただ火星にはね磁気がないですよね。だからこう赤外線も来るんですけれど、放射線、宇宙線ですよね。だから太陽は大きな原子炉なんで、放射能ってか放射線が飛んでくるんでね、それがまあ磁気があって、で火星にはほとんど磁気がないっていう、まあね、そんなね話をこの間しましたけど。でもね、地球が温暖化してるって昨日もニュースやってましたけど、あれ嘘ですよ。まあ 0.6 度上がったっていうんですか。ね、例えば地球が温暖化すると南極の氷が溶けるって言いますけど、あれも嘘なんですよ。まあ、で高々 0.6 度上がったぐらいでね、そうするとまあ確かに水蒸気がたくさん上がりますから雲はできてね、本当は雪がいっぱい降るわけですよ。だから南極なんかにもね雪がたくさん降るんです、地球が温暖化すれば。だけど南極っていうのは零下30度とか50度の世界ですよね。氷なんか溶けませんって。まあ、南極北極がね、まあ、0度以上になればそれは大変ですけどね、そうじゃない限り逆に地球温暖化すれば一時的には南極とか北極の氷は増えるんですよね。あとまあ地球が温暖化してね、海水の温度が上がったって、これも嘘ですよね。お風呂を沸かすのにお風呂の室温を上げてお湯なんて沸きませんよ。お風呂のね室温が 0.6 度上がったらお湯沸きますか。だからこれも全く嘘なんです。まあ、それはね地球が温暖化してるから CO2 をどうのこうのって言わなきゃいけない人たちがいるんですよ、実はね。まあでも私がごちゃごちゃ言ってもねあれなんでしょうけれど、まあ例えば石油がなくなるって言っても、でも1950年とか60年から言ってるわけですよ。あと40年とか30年でなくなるよって。1960年からね40年って今何年ですか。まだ未だにあと40年でなくなるって言ってますよね。これも不思議な話でね。まあ、この辺はね中京大学のね武田邦彦教授でしたっけ、武田先生のねブログとか、最近 YouTube も始められました。下に URL を貼っておきますんでね、これをね、もし、ご興味がおありになる方は参考になさってください。先生素晴らしい方ですね。まあ、だから今ねそういうマスコミから逆に干されちゃってますけどね。あと変人扱いされてますけど、全然そんなことないですよ。正論を話してます。まあね、ちょっと今日はそんな話をまたね、太陽があったかいってストーブの話からしてみました。いやね、さっきイカもらったんで、早く帰ってイカ調理してちょっと一杯やりたいと思います。ね、まあニートもね、なかなかいいかもしれません。よくないですけどね。いい年して。それでは皆さん、チャオ。